タリクアシンコドハスオビアオジタトカゲはトカゲかアオジタトカゲ族に分類されるトカゲ。インドネシアオーストラリア北部オーストラリア東部全長40から50センチメートル。体型は太短い。胴体中央部の斜めに列になった背面の鱗の数は34から40。最小アッシュ。体型はアッシュ中最も太短く、頭部は小型。体色は高褐色で、 成長に伴い反問は不鮮明になる。最大野手で全長60センチメートルほど。目後部の黒い筋模様は薄いか消失する。背面に明褐色の横縞、体側面に黒時もしくはオレンジの横縞が入る。個体が多い。目後部の黒い筋模様が明瞭な個体が多い。胴体の背面に6から9本の黒い横縞が入る。個体が多い。 分布が最も広く、個体や地域による変異が大きい。草原や森林等の幅広い環境に生息する。アッシュ、タニンバールアオジタトカゲは、ターシュに比べ多質な環境を好む。植生は雑食で、昆虫類、カタツムリ等の陸生貝類、小型哺乳類、動物の死骸、花、果実等を食べる。繁殖形態は、卵体性。 一回に5から25匹の幼体を産む、ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。主な生息地であるオーストラリアは、野生動物の輸出を禁止しているため、オーストラリアに生息するアッシュの野生個体の流通はないが、過去に欧米へ流通した個体からの飼育か繁殖個体が流通する。元アッシュの流通は稀で、効果。主に流通するのは、 アシュキタアオジタトカゲで属内では最も飼育か繁殖例が多い。アシュ、タニンバルアオジタトカゲは流通量が少なくインドネシアに分布するため野生個体が流通するが近年では稀に飼育か繁殖個体も流通する。テラリウムで飼育される。飼育にあたっては低面積を重視した大型のケージを用意する。上面には群れないように通気性を確保でき。 かつ脱走されないような蓋をする。床材として表面が軽く湿った破砕したヤシガラや、腐葉土等をやや厚めに敷く。流木や、コルクバーグ等を下に潜り込めるような隠れ画にする。極度の低温に弱いためケージの外側底面から、シート状の遠赤外線ヒーターで温めたり、陶器は、夜間も光の出ない、照明器具を照射する。餌としてはコオロギ、果実、野菜等を与えるが、 雑食の爬虫類用の人工飼料にもえずく。餌に対しては事前に野菜等の餌を与えたり、サプリメントを振りかけて栄養価を上げる。餌に反撃されたり逃げられるのを防ぐため、生きた餌の場合は顎や触覚、胞子を潰したり追ってから与える。ありがとうございます。